南軍での戦は曹操率いる魏軍の勝利に終わった。しかし敵将の必死の抗戦により劉備を討つには至らなかった。劉備は南軍の死地を逃れ、劉璋が治める益州破食に入る。そこで劉備は大々的に反曹を唱え、天下に残る勢力を急合する。これに清涼の馬長、関水および南中の毛閣らが呼応。さらには劉璋までもが劉備の下で曹魏と戦う姿勢を示した。南軍での戦いから一月、韓曹の連合は白帝城に集結する。恐るべきは人心をつかみ束ねる劉備の力。曹操は目指す世のため持てる力のすべてを白帝城へと向ける。曹丕、夏侯惇、夏侯淵らも決戦の域に長ける。今こそすべての決着の時、新たなる時代開くのは誰か。乱世の先を築くのはこの曹孟徳よ。待ってたとは思えない、見事な布陣だ。天下に残る反曹魏の勢力が全て劉備のもとに集ったと、ならばこその陣容だ。いやしかし最後に残ってるのが袁紹でも孫権でもなく、あの劉備とはね。何かつうと逃げてばっかのやつが。まあ初めはこちらも董卓から逃げるようなありさまだったがな。なあ毛徳。懐かしいな。だがここに至って天下の力はこのわしと劉備とに集まった。ならば今英雄と呼ぶに足るのは奴とわしの、その雌雄を決するのだ。お前たちにも死力を尽くしてもらうぞ。無論だ。父上、国元です。劉備との雌雄を決する戦か。ならば俺も奴と決着をつけねばなるまい。関羽、貴様だけはこの俺が倒す。敵陣には見たこともねえ奴らまでいます。よっぽど殿の天下が困るんでしょうな。まあ奴らの都合なんざ関係ありませんや。俺も今回は本気の本気で行きますぜ。まあこの戦で乱世が終わるのですね。おめでとうございます。少し気が早かったでしょうか。戦が終わったらもう一度言わせてください。この戦が終われば乱世は終わります。少しは穏やかに過ごせるでしょうか。いえ、それからが忙しいでしょうね。連日の宴が待っているはずですから。敵がどんだけいようが関係ありません。わしが片っ端から吹っ飛ばしてやります。さあ見ててください。悪雷天衣、これが最後の大暴れでさ。
敵は劉備をいただいた連合、すなわちこの天下で葬儀に組みせぬ者ら。分かりやすくてよかろう。この戦に勝てば我が覇道はなる。士官よ、はっ、この一戦で戦の世は終わる。その先に待つのはまた新たなる戦いだ。力での戦から断りで勝利する戦いへ。それはお主ら次の世代のものとなろう。ならば次越えて行きましょう。それが私からの最大の功と心得ます。まさかお主の口から功とはな。頼んだぞ士官。今我らは乱世を超える。皆持てる力の全てで勝利をつかむのだ。劉備を倒し乱世に終止を打つ。勝利の英傑たちよ、今こそ死力を尽くす時ぞ。今の我ら
させねえ。南中王の底力見せてやろう。御砲隊撃て。敵の船を近づけさせるな。何の、この船にも土砲があります。それを使って撃ち返してください。ダメだ、どうしようもねえ。勇ましき戦より。
下に動けよ。俺様が負けちまうとはな。あちら、悪いけど先に行くぜ。
天井を落とし劉備を撃てばよし。我が覇道、勝負は目前か。あなたたちは通しません。これでも食らってください。城内に入った兵を撃ち払います。各部隊は迎撃態勢を取ってください。おいおい、どうしたんだ。一人だからって手加減はしないぞ。私の真相を見ればあなたは見てくる。我が波動の前に分身の娘として当たって砕けます。私がお前の相手だ。この手見ていて、やめさせてもらう。それは何かの策なのか。我が天命、負けわけにはいかない。お前は教授願いたい。全てはランスの先、陣の世のため。いざ竜玄と動きならどうだ。この刃に全てを託す。この力はこのままいかよ。どこだ。弱点か。だらしねえな。これで終わりか。父上、申し訳ありません。周りに誰もいない。一人戦うか。そうさ、なぜそうまでして乱世を進む。いつもながらお見事な振り。なく予断もありません。
劉備。そうそう、乱世にあまた輝いた星、わしの他に残ったのはお主のみだ。何か言いたいこともあろう、わしに聞かせよ。民を休んじてくれ。ただそのために乱世に立ったというのか。ただそれだけを願い戦ってきたというのか。しかと聞いたぞ、劉備よ。最後の英雄は倒れ、今ここに乱世は終わった。勝ち時をあげよう。新たな時代の到来、天下に知らしめるのだ。流浪の英雄劉備は白帝城に散った。彼に従った者の多くは戦場に倒れ、生き延びた者は曹操に下った。曹操はそのまま、もはや抗う者もいない各地を平定。ついにその覇道のもと、天下のすべてを一つとした。帝は大いに喜ぶと、彼に王の位を授けようとする。しかし曹操はこれを拒じ、さらには自らの官位のすべてを返上する。これからの時代は、誰もが新たな断りのもとに進んでいく時代。そこに覇道の王は不要、曹操はそう確信していた。人は時代を作り、時代は歴史の中へと刻まれてゆく。曹孟徳という男は、まさに時代を切り開く力そのものであった。そして今、新たな時代が始まる。乱世は去った。いや、わしらの力で超えたのだ。大地も民もゆっくりと時をかけて豊かさを取り戻すか。はあ、これよりの戦、天下に断りを敷く道は、次の世代が立派にやりようせよ。人の生は短く儚い。ならばこそ、時には歌い笑い、その悲しみを注がねばならん。そしてまた前へ進む。そこに戦があるならば、刃を掲げかけることもあろう。おお、人の世のなんと鮮やかなことか。これこそがわしが掴んだ明日よ。